未だ2018年春にリリースしたベアーボングス&ベントリーズが全米トップ10入りしているポストマローンだが、早くもニューアルバムを完成したそうだ。先週7月25日、米ワイオミング州で開かれたフェスティバルより小さいチェーンエフロンティアデイズより大きいに出演した彼は、ステージで素晴らしいニュースがある、と報告した。俺の声が疲れ気味なのは、この3日間。